ゆくぼくん。はい。おはよう。おはようございます。お。はい。お、それは何やってんの？これはこの前、種の植え付けをした、つるむらさきの苗に水をあげています。うんうん、おうほうほう。結構生えてきたな。うん。お、何本ぐらい生えてんの？だいたい7本ぐらいかな？ 8 本かな？ 2、4、6、いや、9本やないか。9本いや、ちゃんと数えてな。はい。ってことはあれやな、だいたい5割弱ぐらいな、来てそうやな、発芽率。うん、そうやな、まあ半分くらい。うん、まあここからあと2、3本生えてくるような感じでな、うん、遅い、遅咲きのやつはな、うん、来て。な、これから夏に向けて、ガン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 育ってきたらな、うちの食卓も、じゃがいも一品から、あ、そうだね。つるむらさき、な、プラスして、こう、豪華になるで料理のね、レパートリーが増えるかなと思って、楽しみ。ところでな、今日の任務はな、これだ。はい。お、これは何ですか？それはな、ナイロンコードや。おお、うん。草刈りや、今日。すなわちな。あ、なるほど。うん。今日はな、初めてな、この丸型っていう、丸い形状をしたナイロンコートで、草刈りしよう思っとんで。へぇ、それでな、今までやったら師匠が、すごい気に入ってた、角型のやつでやってたけど、一応な、この、丸と四角で、こう、刈り比べしてみようかなっていうふうな。丸型のはね、多分使ったことないから。せやろ。うん、ちょっと気になるね。ちなみにいつもやってんの、この角刈り、角型のやつな。はいはい。うん。ということで、な、草刈りの準備、な、はい、始めようか。はーい。はい。よろしく。よろしくお願いします。僕らは、頑張るんだらららら、頑張るんだらららら。はい、こんにちは。こんにちは。ついにね、はい、今日草刈りの日が来ましたよ。はい、はい、丸型のね、あれを使う日が。暑いな。暑い暑い。でもなんか今、ちょうどね、ちょっと曇ってきたから、ちょっとやりやすくなったかなって、このまま続いてほしいけどね、この感じが。神様は見てるんですよ。よかった、よかった。よっしゃ、ほんでね、今日急斜面、この間の残り、はいはい。やっていくんで、うん、丸型のコードを使って、うん、いつも角型でやってるけど、うんうんうん、仮比べっていうことで、はい。うん、頑張ってってください。はい、頑張ります。急斜角はこんな感じ。うんうん。な、ちょっとここ立って。はい。ほら、この急斜角見て。どう？うんうん。前にね、一回ね、斜面の、やった時に。すぐ生えてくるからな。うん。まあでもやっぱりこの前さ、刈ったところと全然違うね。向こうの方が結構、生えてきてるから。うん。私が前買ったところと違いが分かると思うけど、ほっといたらもうあんな感じに、わーっと。うん、まあ最初な、うん、丸型のコードで買って、うん、で、後で角型のコードで買っていきますんで、はい。ぜひ、斜面や境な、うんうん、気をつけて、はい、膝をつきながら、あ、そうね、やってください。それじゃあ始めましょうか。はい。じゃあ、用意してください。はい。よろしく。はーい。始めてどこどこ、まず これです、丸型。はい、お願いします。はい、
はい、じゃあ、次は、はい、角型ナイロンで、うん、ちょっと丸ナイロンだと、やっぱり茎が太い草多かったからな、ちょっと絡まるのが多かったんで、ちょっと角に変えて、ちょっとな、刈り比べやっていきましょう。それじゃあよろしくお願いします。はい。エンジンかけて。蓋閉まってない。蓋からジョロジョロ出てる。大丈夫？押してないのに回ってるわ。
はい。ということでね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あー、しんどかったね。な、あ、急角度の上に暑さな、うんうん。もうこれ修行や思って。うん。34度。34度。うん、くらいで、うん。もう本当に炎天下の中、やって、本当にしんどかったけどね。とりあえず。ぶっ倒れたから。あの、エクボ君ぶっ倒れてるとこ、ここ。貼っときますんでね。はい。うん。おいな、でもその、なんや、水分補給してな。うん。もう横になって。うん、水分補給して日陰で休んだらちょっと復活したんで、うんうん、皆さんも作業する際は、うん、ぜひ水分補給してこまめに休むようにして、うん、安全第一でそうそうそうやりましょう。早め早めにやっぱこう横になったからな、うん、でやっぱり自分が喉乾いてないと思ってても、うん、こう意識してなんか30分おきとか1時間おきにでも、まあ、もっとこまめにやった方がいいかもしれないけど、まあ、とりあえず、こまめに、水を、飲むことと、あと、やっぱり、日陰で休むこと。そうそう。うん、そうすればな、うん。もう大概復活できるから。うんうんうん。うん、まあ、まかり間違ってね、うん、もうちょっといけるやろって頑張ってたら、うん、ほんまに、取り返しな、のな、うん、つかないことが起こるかもしれないんでね。うんうん、皆さんお気をつけて。うん、もう本当に今は暑い日が続いてるんで、うん、もう疲れてないと思ってても、やっぱ喉乾いてないと思ってても、やっぱ意識して、そやな、うん、休憩挟んで水分補給して、うん、もう本当にそれは大事だね、こう作業する上で、うん。で今日はね、この、うん、ナイロンコードの丸いやつと、うん、はい、いつも使ってる角型のやつ、二、うんうん、つ借り比べてもらったんやけど、エクボ君に、うん、どうやった？やっぱりね、うん、やってみた感想は、この角刈り、角型の方が、角刈り思ったけど、今思ったけど、角型の方が、うん、結構勢いが良くて、うん、たくさん刈れる、うん、やっぱこう強くて、うん、で、こう結構高めの草も、こっちの方が、うん、切れ味が良かった。まあ、太い茎のやつが多いからな、うん、そうなんだよね。で、せやからこの丸型っていうのは、うん、やっぱこの、うん、何やろな、ソフトに刈るような感じやな。そうそう。思ったんだけど、うん、なんかやっぱりその、葉っぱが小さくて背が低い葉っぱとかだったら、うんうん、これでも結構刈れると思うのよ、うん。なんかやってみた感じ、こっちの方がなんか細かくサッ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 と切るような感じで、うん、こっちの方がやっぱりこうバサバサッと切っていくような感じだったね。こうやってみた感想的には。うん、そやから、一概にうちのこの糊面ではこっちが良かっただけであって、うんうんうん、それぞれ特色があってな。そうね。うん、利点があって、長所短所がありますんで、うんうん、まあ、それぞれ、自分に合ったものを選んでいただければなって思いますね。うんうん、うちはとりあえず、やっぱりね、うん、この四角いやつでやったらもうな、うんうんうん、大概太いのでもな、なぎ倒していくからな。いける、うん、いけるね、うん。で、もうこれやったらね、太い、茎のところやったらもうなんかすぐ吹っ飛んだり、うん、絡まったり、ね、うん、やばいしてな、うん、うん、そうね、あかんかったな、うん、だからここまでこう、うん、結構雑草が生えてるところとか茎が太いのが多いところとか、うん、背が高い草とかはやっぱこっちの方が向いてるかもしれない。まあでもそれはもう本当にお好みっていうか、うん、その時と場合によって、うん、こういいやつを一番選んでやるのがいいと思うけど、うん、まあ今日はね、うん、修行の意味を込めて34度炎天下のジリジリのところをやってみたんやけど、うん、ちょっとほんまぶっ倒れるかと思って、うん、まあぶっ倒れたけどまあでも復活したからよかったけど、もうなんかはぁはぁ言ってたからな、うんうん、まあ皆さん本当に頑張った、うん、ね、あんまり無理したらシャレにならないようなことになったらね、うん、飽きませんのでね、うんうん、くれぐれも無理しないように、うんうん、あとね、うん、またコメントね、ああそうね、いつも、うん、来てるんですよね、ありがとうございます、ありがとうございます、皆さんのねその温かいコメントがね、うん、このやる気、うん、ね、ね、うん、もう暑い中でもこう、やったろみたいな感じになるんでね、うんうんうん。ありがとうございます。ありがとうございます。どん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 コメント。うん、はい、ここ、貼ってくださいね。はい。コメントくださいね。はい、本当よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やっぱりね、うん、
今回、あの、草刈りの時も、うん、あの、コメントとかで教えてもらったやり方、ちょっと意識して、やってみたやつがあって、で、あの、やっぱり、うちってさ、あの、背の高い草が多いじゃん。うんうん、だから、あの、背の高い草は、こう、上から、こう、2、3回に分けて、こう、刈っていくと、刈りやすいですよ、みたいなことを教えてくださった方がいて、で、そのやり方でやってみたら、やっぱり、あの、背の高い草は根元から一気に刈ろうとすると、やっぱ絡まっちゃう確率が高くて、で、やっぱりこう、上からどんどんこういう風に、2、3回に分けて刈っていく方が、絡まらないし、なんか結果的に、下、あの、一気に刈るよりも、そっちの方がこう、スムースに刈れたから、いや、本当に良かったなぁと思って、ありがとうございました。ありがとうございます。ね。ちゃんとコメント見て、役に立ててんですよ。ほんまね、ほんまエクボくんね、もう皆さんのコメント一字一句逃さんと見て、やってますんでね。本当に助かってます。うん、はい。皆さんね、どん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 あの、役に立つコメント、ね。励ますコメント、何でもいいですよ。はい。楽しいコメントお待ちしてますね。はい。よろしくお願いします。よし、じゃあ、最後、はい。あとね、あの、斜面と、今回あの、平地をやったじゃん。で、やっぱり、あの、斜面も、あの、いろいろ刈り方を教えてくださった方がいたんだけど、やっぱり、私、こう、意識してやるようにやってた部分あったんだけど、やっぱ斜面は少し難しくて、まあ、まだまだ、あの、勉強と、あの、練習が必要だなって思いました。斜面は難しいな。うん、あの、バランスを取りながらこう振らなあかんから、ちょっとその足腰のそのな、重心の取り方もあって、ほんで暑さもあって、あるからな。今日は本当に暑かったからね。きつかったな。まああの、アドバイスとかいただいたやり方で、もっとあの、練習して、うまくなりたいと思ってるんで、あの、これからも頑張ります。あの、アドバイスくださってありがとうございました。で、あの、平地の方はどうやった？あっちのあの、大豆のな。うん。やっぱね、あの、最初、斜面買ってから、平地買ったんですけど、やっぱり平地になった瞬間、すっごい楽に感じて。斜面から平地に来たら、もうほんまに何やこれ、天国や、みたいな感じになるもんな。やっぱ斜面だとどうしても、なんか自分のいる位置よりも、葉っぱの方がこう、こういう風になってるから、葉っぱの方が高く生えてて、結構草刈りするのが大変で、重いし、ちょっとまだ私は、あの、練習と勉強が必要だなって思った。まあね、あの、どん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 ね、前向きに頑張って、あの、成長していく所存なんでね。はい。はい、頑張ります。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よし、じゃあ。最後の。はい。いつもの。この動画がいいと思った方は、いいねボタンと、チャンネル登録、また、あの、アドバイスとか、ございましたら、コメントいただけると、ありがたいです。それではね。はい。今日もご視聴、ありがとうございました。またお会いしましょう。イエーイ。よっしゃ。